ギオーム・ド・ティールの年代記。ギオームが少年ボードアン4世の皮膚の病に気づいた場面。ギオーム・ド・ティールは十字軍時代のティール大司教でエルサレム王国の歴史を記述した歴史家。1130年頃に十字軍の第二世代としてエルサレムで生まれた。両親はフランスかイタリア系の豊かな商人だったと考えられている。当初エルサレムで教育を受け。 後のボードアン3世の学友となった。その後、聖職者として、西欧で教育を受け、1165年にエルサレム王国に戻り悪根の司教座制度お三事会員になった。その後、ティールの助祭長となり、王国の外交官としても活躍した。1170年にボードアン4世の教育係となり、ボードアンの皮膚の病に最初に気づいている。また、この頃から、 エルサレム王国の歴史の記述を始めている。1174年にボードアン4世が即位すると、ギオームは大法官に任命され、1175年にティール大司教となった。1177年には病気のエルサレム、総大司教に代わって、モンフェラート公ギオームの葬儀を取り仕切った。1179年に、第三ラテラン公会議に出席し、十字軍を、 要請するが成功しなかった。1180年に戻り、エルサレム総大司教の最有力候補者と考えられたが、王国の宮廷派と貴族派の派閥争いの煽りを受け、貴族派のトリポリ派クレーモンの非保護者とみなされていた、ギオームは、宮廷派の王母アニエスに嫌われ、選出されなかった。その後も、ティール大司教を務め、歴史を記述していたが、1186年に亡くなった。 ギオームの主な著作は23巻からなるエルサレム王国の年代記であり、十字軍以前のシリアの歴史から始まり、第一回十字軍エルサレム王国成立を経て、彼の死の1180年代で中断している。その著作では、オーバ・アニエスをはじめとして、宮廷派の人物が悪く書かれているが、彼がエルサレム総大司教座などをめぐって、 政治的に宮廷派と対立した点に留意すべきである。ありがとうございます。